皆さんこんにちは、今日はですね、ガールズバンド、グリード、ギタリストお二人をお迎えしてですね、ギターレッスン企画というのを、やってみたいと思います。まあ、数回にわたってやっていきますので、ぜひ継続してね見ていただけたらと思います。では自己紹介お願いします。グリードでギターをやってます、みさきです。イエイ。同じくグリードでギターを弾いているなつきです。イエイ。はい、ということで、早速始めていきたいと思うんですけれども、まあ先日、初めてお二人ねお会いして、まあギターね練習していきましょうということで、まあ打ち合わせじゃないですけれども演奏もしていただいて、まあどんな感じなのかなと、思って拝見させていただいたんですけれども、もうねさすがライブをこなしてるだけあって、もう曲はいい感じに弾けてます。でまあそこからじゃあねレッスンで何をしていこうっていうところなんですけれども、やっぱりね基礎やっていくしかないんですね。音楽的な、まあ、知識だったりとか、あとギターを弾く上でのまあなんていうんですかね、フィジカルというか、ちょっと半分スポーツみたいなところあるんで、結構テンポ速い曲多いじゃないですか。まあそういったフィジカルを上げていくみたいなところがまああったりします。まあ案外ライブやったら疲れますし、まあ当然ですけどね。でまあこう弾けないところだったりとかっていうのは、やっぱり特に女性の場合は筋力が足りないなって思うことが多いんで、まあそういったところで基礎力を上げていくトレーニングをしようかなと思っています。スケールをね全て網羅している、まあ単純にドレミファソラシドを網羅しているっていう人も少ないと思うんですよ。毎日の練習というか日課にして、やっていくことによって技術向上だったりとか、もう自信もついていくのかなと思ってますので、まあまずは最初、C メジャースケールってね、ちょっと地味なんですけれどもやっていきたいと思います。で、すでに、お二人にはね資料を渡して、あるんですが、まあ細かい説明はねこれからしていこうかと思っています。もうスケールのポジション、5つのポジションがあって、まあ5つを覚えて、まあそれぞれを連結させていくような弾き方ができると、まあより自由度の高い演奏ができるのかなと。ここから6弦の、1フレットから始まる、スケール本があるんですけど、もう指もね書いてあるんで、その通り弾いてみましょうみたいな感じではあります。で一回まあ弾いてみるとこんな感じですかね。まあこんな感じになっていきます。ちょっとじゃあポジションを確認していきましょう。一緒にやっていきましょう。ゆっくりいきますね。最初は人なんかこうねちょっとこうストレッチしてるんですけれども、3つ目いきます。いきますよ。じゃあファソラ、これは FGA なのかな。どんな感じ？音出し。もうちょっと音出しよう。じゃあ、いきますよ。3。はい。で、次、2フレットの、ここで指が差し替わります。じゃあ、6本いきましょうかね。いきますよ。3。まあ、なるべく指のこのね頭で押さえるというか、このお腹でこう押さえちゃうと指が寝てしまうんで、まあなるべくこの指のね先っぽで押さえていくといいかなと思います。じゃあ次、ここまでは人中子っていう指は同じなんですね。だから最終的には指の運びで覚えちゃう感じかな。まあなんか次この指だよなみたいな感じで指をの動きを体に入れちゃう。オッケー。じゃあ最初からつなげてみます。3。はい。まあいいか。じゃあ下ってこよう。3。はい。
みたいなね、感じです。で、これをこう、指で覚えちゃう。僕は大学生の頃、学校の授業を受けてる時に、ドレミの指のこの動きをずっと机で、ドレミセショ、ドレミセショってめちゃめちゃやってて、で、なんかそれでこう、まあ日常的にこれは、例えば電車乗ってる時にこう出せるのがあって、こう体に入れちゃうですね。2番のフォームはめちゃめちゃ使います。まあ結論というか先々の話をするとこの2番の形と5番の形がめちゃめちゃ多いかなと思いますね。でこれ多分ねエリック・クラプトンとかがそういう風に聞いてたんですよね。エリック・クラプトン知ってます？おし、知る。はい、ということでじゃあ2番ゆっくり。つなげていっちゃおうかな。弾くときに最初に弾くとこの4弦のところがここはね小指になります。ここまで練習しておこうかな。人薬とになんですけど次が人差し小指になります。これを薬ってしちゃうとこっちに指が出づらくなっちゃうんで小指にして人差しじゃあ4弦で小指で終われるようにしておきましょうかね。4、3、はい、そう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 でね、美咲ちゃんはね、コードストローク得意だと思うんだけど単音を弾くときってそのなんて言うんだろうな、アコギからエリキに入った人っていうのはやっぱりそもそもモーションが大きいで慣れてきちゃってるんで大きく振っちゃう傾向があるんですよ。で、これは逆もそうで、エレキから入った人はモーションがちっちゃいです。だから、どっちもやった方がいいんだけど、案外ここの弦間っていうのが狭いって意識しておいた方がいいかもしれない。うん。これやっぱりこのストロークのつもりで6本弾くみたいな感じで行くと、やっぱりちょっと違ったとこ弾いちゃったりとか、まあでも違うとこ弾いちゃうんだけどね。それ、そう、意識しててもね。だからでもそういう風にちょっと意識してると、ちょっと違う。練習していけばできるようになる。まあね、この3番ね行って帰ってもいいよね。じゃあもう次行きますよ、4番。4番あたりは多分ね、ほとんど弾いたことない運指になってくると思うんでちょっと難しいかもしれないんですけどもね。4番いきます。3、4、あ、そこに来る。すごいことない。そこそこそ、ジフレからです。そこそこ、Dからいく。はい、そこそこそこ。あ、OK、OK。 まあまあね、ちょっと弾きづらいけどね、練習してもらったらできるようになると思います。そう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 、あ、これ大丈夫。そうそう、これね、めちゃめちゃでも出てくるので、これはすごくこれとあと練習しておいてもらって、あとは。この2番と5番覚えたらその前後を使えるようにしていくって感じですかね。4番は結構クロートな人たちが使ってますね。スタジオミュージシャンでもあこの人うまいなって人はこういうところで
ますね。面白いか、音の運びになるんですよ。なんか質問ありますか？大丈夫。やるしかない。